伝芸寺は、富山県富山市にある臨在、総国大寺派の仏教寺委員。三号を、大乗山と称する。本尊は、釈迦如来。鎌倉時代末の現行年間の創立で、会期は、鎌倉時代末期の越中守護法上寺宇と伝え、解山はドン増雲行である。ドン増雲行は、臨在州法党派の祖無本学神の後継者である、京王博武良の弟子である。 雲量の行録、仏林恵日前事業所によれば、雲行は、越中国法上津教化寺で没した、雲量の実社として、葬儀と、病所設営を行った。教化寺は、法上津の名古屋寺が、断越であり、宝刀派を保護する名古屋市の存在が、蓮華寺回帰伝承を生んだと見られている。蓮華寺の一は、同時所蔵、安政二年家ことめ町によると、高岡大門、 新川郡城伊の、ネイ軍長沢、富山市、梅沢町の現在地へ移転したとするが、昭和59年に、府中町教育委員会が行った、長沢蓮華寺遺跡の調査の結果、14世紀後半から16世紀の遺構が見つかったため、長沢で創建されたことが明らかとなった。長沢は古代ネイ軍がの地と推定され、近くを流れる山田川の水運とネイ軍、 富波軍を四方に結ぶ交通路の用地であった。鎌倉時代は名古屋市の勢力下にあったことも明らかにされている。室町時代になると長沢蓮華寺地区と山田川を挟む対岸に越中守護大神保氏が富崎城を築城し蓮華寺を保護した。天正9年10月9日に神保長住は蓮華寺に金星を発して寺打ち、寺領保護を定めた。 翌年神保氏は、内紛で没落するが、引き継いだ、富山城主、笹成政も、天正十年6月25日に、蓮華寺へ金星を発し、境内保護を定めた。慶長十年、前田利長が、富山城に隠居した頃、周辺寺院を、富山城下へ移転させる政策を打ち出したため、蓮華寺も富山城下に移住した。江戸時代、富山藩主、 前田と市津の入部に伴い、小島地から原寺地へ移転した。この時900歩の境内地安動を受け、実施銀112問目は免除されるなどの保護を受けた。連下寺文書は昭和20年8月1日の敵軍による富山大空襲で同府と共に消失した。しかしその前に、 東京大学資料編纂所書の調査で、連携事文書の影写本が制作されていたため、人保長住制作、笹成政生殺などの原型を知ることができる。ありがとうございます。